コルネリウスコルネリウスは、新約聖書の使徒行伝重章に登場するローマの軍人で、百人、隊長。使徒行伝重章1から38節によれば、ペトロから先例を授かった、最初の違法人。コルネリウスは元来、神を恐れる人と言われる非ユダヤ人の、ユダヤ教神徒であった。ユダヤ教において、神を恐れる人とは、滑稽を受けないが、ユダヤ教の教えに従った。 信仰生活を送る信徒を指す。カイサリアに駐在していたコルネリウスは、ある日、夢で、使徒ペトロを自宅に招くよう告げられる。ペトロにも違法人の改心というお告げがあったため、その招きに答える。ペトロがイエスキリストについて、コルネリウスに話したところ、コルネリウスと一同の上に精霊が下った。ペトロは、ユダヤ人以外の人間に精霊が下ることを、驚きつつ、 洗礼を受けるよう命じた。ペトロがことの次第をエルサレムの教会に報告すると人々は違法人が神の言葉を聞き入れたことに大変驚いた。その後、キリスト教はユダヤ人よりも違法人と言われたヒユダヤ人によって受け入れられていく。コルネリウスの物語は初期キリスト教がユダヤ教の一派という枠組みを超えて 世界宗教へと変容していく過程の第一歩を示していると考えられている。ありがとうございます。